い、どうでしょう。はい、ということで次は、はい、何ですかこれ、日本地図緊急企画です、ね。はい、一切これをやるよとお伝えしたいない状態ですね。はい、まあ、この日本地図です ね、 ですね、ご覧いただけると分かると思いますけど、はい、まあどこに何県があるかと高井さん桃鉄やってましたよね。やってましたけど基本的に桃鉄プレイヤーって一時得意っていう相場が決まってるので、雰囲気しか分かんないです。まさかまさかね日本地図都道府県把握するに、いや 4つぐらい分かりますよ4つぐらい47個あるので、40、まあ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 、やっぱり自分のところは分かりますよね。自分のところはさ、愛知県、愛知県、愛知ですよね。でもまあ岐阜ですよね。岐阜の感じはないよね。岐阜の感じはないですね。あれ、三重がこっちです。あ、違うわ。あれ三重が長、確か長かったような気がしたな、うん、なんで取られるわけわかんないかな、うん、なんだな、これ静岡、こっちが静岡ですね、これ静岡ですね、愛知、三重、愛知、三重、岐阜、あれ長細いところが岐阜だったの、まあここ北海道ですけどね、北海道ここは青森、青森です、中国、琵琶湖があるところって何県だっけな、ここが福井でしたよね、確か福井の高越、上杉謙信のどこだっけな、上杉謙信、あれ長野県ってこんなでかかったかな、あれ三重はっていうことは、ここ静岡っていうし愛知、岡山、ここに岡山、ってなるとですよ、あ、そっか、岡山がここだ、ここ大阪だ、そうだ、豊臣秀吉、これ大阪はあそこと戦いましたもんね、この何でしたっけ名前と忘れしちゃったやばいな、ちょっとあんまりこれお蔵入りしてくださいよ、いやこれ面白いからこれ東京っすよね、東京、あ、違うわ、ここは東京か、東京、神奈川、ごめんなさい、神奈川県、あれ東京ってこれなったよな、片木さん旅行とかって行くんですか、はい、旅行ですか、旅、あんまり行かないっすね、あんまり行かないっすね、逆に旅で旅行で行ったとか修学旅行で行ったとか、大阪、長野、大阪、奈良、間違えたとこに訪問するっていう客に変えていいですか、いや無理っすよ、相当全部じゃないですか、相当全部じゃないですか、福井、福島、やっべ、佐賀、福岡、佐賀、西郷さんの意見なんだけど、土佐県なんてあったかな、うん、あ、なんだろう、三重が僕どこにあったかすらは覚えてないですもんね、三重県、愛知の隣は何県と何県と何県ですか、静岡、三重、岐阜ですね、はいはい、ここ三重だっけな、こんな三重って僕長細かったような気がするんですよね、
で関西弁しゃべるじゃないですか。もうあそう割と関西弁ですよね。そうですよね。なのでこっちが三重のような気がしてこっちが岐阜のような気がするんだけど。まあ、いや三重。岐阜。三重岐阜愛知三重岐阜。奈良。あそうだこれだ。ここ確か滋賀県だ。滋賀県。平仮名ですね。滋賀県。新潟、青森、秋田、福山、福島、福井。これがよくわからん。福島かな。あ、違う。あれ、ここ千葉だ。ちょっと来たな。ここは千葉だ。で、ここは東京だ。こんな分かれてました。千葉県、で、ここは神奈川、東京。あれ、ここなんだ？だったら、あ、ここ静岡だ。ここは静岡、神奈川、東京、千葉。じゃあここ福島だってんだ。福島、福井、福山、福山県、福島県、福島。武田信玄ってなんだっけな。武田信玄って光悦集。こんな分かれてましたっけ。これ全部ぐらいじゃないですか、ね、これ全部ぐらいじゃないですか。ここに富士山があるから。あ、そっか。あ、そうだ。さあ、こっちが埼玉県。東京ってこんなちっちゃいっすけ。あれおかしいな。東京、日本の下ですね。ねえ、これちっちゃいですね。土佐県ありましたか。土佐県。これ広島だ。お、広島。広島だ。広島。讃岐うどん、高知。さあ、高知が。高知。ここあれですね。あいつです。お、なんか有名人ですか。有名人です。石田三成じゃなくて。戦国武将系の有名人。戦国武将の有名人。黒田官兵衛のとこです。黒田官兵衛どこだっけな。黒田官兵衛。こう見ると大阪ってちっちゃいっすね。大阪は多分47都道府県で2番目の小さいのかな。あ、そうなんすか。これあれっすか、武将の名前書いてっていいですか。武将メモ書きで武将の名前で武将の名前券でいいですか。いや、信長の野望的に信長の野望無線できますか。信長の野望、織田信長みたいな。織田信長、おだんだん愛知県ですね。愛知県県です。ここは上杉謙信。ここあれです。上杉謙信どこです。上杉謙信ここです。ああ、なるほど。ここです。で、ここは真田ですよね。真田幸雄。真田幸雄は持ってないか。あれ、ここが岐阜ってことはこっちだ。はい、こっちに武田信玄だ。武田信玄。このヒントを元に。どこだっけな。だんだん答えが。武田信玄何県だっけ、忘れちゃった。長野がどこなんだ。これここの中のような気がするんだよな。長野県名で出てきてるのをどっか隅っこの方にメモってみてるんじゃないか。この県は名前はあるけど場所が正確に出てこないんだよねみたいな。あ、愛媛、福山、いや福山
福島あ、分かった山形だ愛媛は大阪だから愛媛県ここあれですよねここはあれですよね裏切り者の裏切り者、うん、あっ別に出てるいや違いますあの茶碗と持って自爆したやつです松永久秀が愛媛だっけな香川埋まってきましたよそうですねえ佐賀はあれ佐賀県だったか佐賀県エリア的にはどの辺になるんですか佐賀は四国です佐賀は四国ですね佐賀が違った佐賀はどっちのような気がしよう佐賀県鳥取新しい名前が出てきましたよ鳥取砂丘福島ってどこだっけな福島はどっか行ってなかったんですか福島ここああそうですねあれ福島ここかここ違うような気がしてきたなあ愛媛ここだあ違う佐賀は愛媛愛媛みかんあ愛媛ここだ愛媛そうだ四国埋まった沖縄最後どう何だったっけな黒豚が有名なところ黒豚和牛、鹿児島あさあ名前が出てきました鹿児島来たら福山あ、そうだ思い出したじゃあここあれさあだんだん福島県は九州だ繋がってくるぞあれ福島違う福山のこっちか水戸は水戸市青森、秋田県水戸市あ、違うなえ、これ新潟かこれなんだろうえ、静岡と隣接してるとこってあれ、これこっちが埼玉なのか、あれ、静岡と埼玉って隣接してましたっけこれ送りにしませんいや絶対面白いいや本当にこれ送りにしません字も汚いしむしろこれがメインじゃないかぐらいいや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 